こんにちは。こんにちは。こんばんは。始めますか。始めましょうか。大丈夫ですか。はい。すみません、はい、お待たせしました。お待たせしました。ではスタートしたいと思います。池森さん、杉山さん、お願いします。はーい。お願いします。改めてインスタライブをご覧の皆さん、こんばんは。こんばんは。フェールラーベンバイトリニティ東京の池森と杉山と阿部です。本日は渋谷キャットストリートにありますフェールラーベンの館展、フェールラーベンバイトリニティ東京からお送りいたします。今日でインスタライブボリューム12ということで、いつもご覧いただきありがとうございます。過去の映像は、トリニティジャパンの YouTube チャンネルに保存してありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。本日も20分弱の放送を予定しております。短い時間ですが、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。はい。では本日はですね、ストアコンシェルジュのお気に入りアイテム紹介ということで、私池森と、杉山さんのお気に入りアイテムを紹介していきたいと思います。イエーイ。それでは早速参りましょう。はい、こっち私全国のフェールラーベンバイトリニティには、販売員それぞれの得意なこととか好きなことを生かしたストアコンシェルジュのもので在籍しています。で東京店にはバックパックコンシェルジュの池森です。私が、山ごはんコンシェルジュの杉山と、ファッションカラーコンシェルジュの阿部とは、今日は今いないんですけど、ゆるっとアウトドアコンシェルジュ島田が在籍しております。はい、はい。で他のお店にも、もちろんストアコンシェルジュが在籍しております。でどのお店にどんなコンシェルジュが在籍しているかというのは、フェールラーベンのホームページから見ることができますので、アーカイブの動画の概要欄に、ホームページの URL を貼っておきますので、ぜひそちらでチェックしてみてください。はい、はいはい、お願いします。それでは早速お気に入りアイテムをご紹介します。はい、ではよろしくお願いします。はい、お願いします。ではまず、私から紹介させていただきます。バックパックコンシェルジュ池森が、おすすめする、お気に入りアイテム、バン、ラーメン28 28でございます。こちらの商品ですね、私が、5年前くらいに購入しました。当時あった新宿のお店で買ったんですけれども、もともとフェールラーベンのバッグは知ってはいたんですけど買ったことはなくて、で、いよいよちょっと1個欲しいなということで買いに行きまして、実際にこちらを購入しました。あまりに、背負い心地が良すぎて、当時働いていた仕事を、辞めてこれを僕が日本中に広げなきゃいけないと、思いまして、それくらいの背負い心地だったので、本当に仕事を辞めて、このお店のアルバイトの面接を受けました。すごい。今に至ります。で5年前に買って今でも現役で使っております。で28リットルなので普段使いには、ここまで必要はないんですけれども、もちろん普段使いも使えますし、でこのまま、2泊3日の旅行だったりとか、まあ、帰省する時なんかもこのままこれを使っています。ではですね、詳しく商品について。トラブル発生ですか。あ、大丈夫ですか。いいえ、はい、大丈夫です。商品について説明していきたいと思います。まず、素材ですね。こちらの素材が G 線素材というフェールラーベンが、誇るオリジナルアウトドア素材となっております。コットンとポリエステルを混ぜ合わせた素材ですね。で専用のこのグリーンランドワックスというのを塗って、アイロンまたはドライヤーでそれを溶かし込んであげることによって水を弾きますし、あとは生地の耐久性も増しますので、より長く使うことができます。でですね、
このラーベンというシリーズはフェールラーベンの中でもおそらく一番小分けがたくさんついてる商品になります。それを順番に見ていきましょう。見ていきましょう。まずですね、見ていきます。お待ちください。はい、ちょっと近づきます。お願いします。移動します。はい、まずですね、一番背中のところ、ここの背中のここにですね、パソコンを入れるポッケがついてます。ちなみにラーベンは28と20があるんですけど、22はこのポッケはついていないです。でここを開けるとこんな感じになっておりまして、はい、パソコンを入れることができます。でパソコンを入れるところはしっかりと分厚くクッションがついているので、そのまま入れても安心安全でございます。ここですね。で、次がですね、この上にポッケがあります。でここのポッケだけ中が、これ伝わるかな、起毛したモフモフ素材になってます。多分、本国の人とかはここにサングラスを入れるんだと思うんですけど、僕はサングラスしないので、まあ、ここには、カードキーだったりお家の鍵だったりリップクリーム入れたりワイヤレスイヤホンですねとか、こういうすぐ取り出したいものをここに入れております。でここがメインですね。こんな感じで大きく開きます。で結構たっぷりこういう小分けのポーチなんかを入れてますね。あとは、こういうノートとか、それからこういういつもお弁当を持ってくるんですけど、お弁当を入れてスープジャーを入れてもまだ余裕があるように液外もたくさん入ります。でですね、ここにもポケットがついてますね。で、まあ、ここにはお財布とかも入れられます。結構大きいポッケなのでスマートフォンもズボッと入りますね。でこのメインのところとは別に表にもう一個ついてます。でここにはペンを入れられますし、これはスマートフォン入れるのにすごくちょうどいいですね。ここは、あまり使わないですね。ここはで、まあ、ここに本を入れたりだとかですね。であとはこっち側の表もこっちは2つついてます。で、まあ、ここにティッシュ入れたり、あとはここに鍵をつけるようなループもついてます。で下にも広いのがあるので、かなりもうポーチ準備しなくてもいいくらい小分けがあります。あとは表にも1個ですね。ここにもポケットがついてます。はい、あとですね、ここにボトルポケットが両サイドについてるんですけど、少々お待ちください。ゲモリさん、この間、はい、あのラーベンと私の記事を見ましたって。わお、ありがとうございます。お客様が見ていますよ。あ、本当ですか。ありがとうございます。解説が見れて嬉しいとのこと。どうもありがとうございます。ご来店ありがとうございました。私も嬉しい、ありがとう。でこんな感じでペットボトルを入れることもできますし、でそれでも余裕があるので少し太めの、水筒なんかもここに入れることができますね。あと折りたたみ傘なんかも入れられます。でですね、このラーベンというバッグ、僕が一番気に入っているポイント、やっぱりこの G 線素材の、経年変化ですね。使えば使うほど味が出てくる素材になります。でせっかくなので新品と比べてみようと思います。新品、これがラーベン28のダークオリーブですね。でラーベン20のダークオリーブを出してみます。こっちが新品です。これはカメラで伝わるのでしょうか。伝わりますかね。こっちが5年使い込んだラーベンですね。ダークオリーブです。こっちが新品の、少し日焼けして薄くなっているのかな。
でもワックスを塗ったところなんかは少し濃くなっていい感じに味が出てきてます、出ていますね、はい。で、ワキシングなんですけど、まあ、お手入れの方法ですね、3ヶ月から半年に1回くらい、ワキシングをしてあげると、まあ、より撥水の能力も長持ちしますし、生地の耐久性も増します。でですね、洗って大丈夫なのって気になる方もいると思うんですけど、これに関しては洗って大丈夫です。で、洗うときは、ぬるま湯につけて手で洗ってあげてください。で、洗剤を使う場合は、薄めた中性洗剤で洗ってください。僕はいつもウタマロっていう洗剤を薄めて湯船に溜めて、でそこでジャブジャブ手でつけて洗ってます。で、洗った後は、できるだけ、水を切って、でその後は新聞紙なんかをたくさん詰めて、日の当たらない風通しの良い場所で、干してあげるとリュックが傷まずに済みます。僕はいつも、新聞紙詰め込んで家の中に置いて、で扇風機の風を当ててできるだけ早く乾かすようにしてます。はい、最後にですね、そのワキシングを実際に見てもらおうかなと思います。はい、しっかり と、本当は洗ってからワキシングをするといいんですけど、こんな感じでこすりつけるとワックスが白くつきます。で、ここに、アイロンですね。で、熱を加えてあげるとこの白いのが溶けてきます。で、バッグだとデコボコしてて、アイロンだとちょっとやりづらい場所も出てくると思うので、そういう時は、ドライヤーの熱風で溶かすことができます。少しアイロンより時間はかかるんですけど、ドライヤーでもしっかり溶けます。で、しっかりとワキシングをしてあげるとこれだけ水を弾いてくれますので、まあ、土砂降りには耐えられない、土砂降りずっと降られるのは耐えられないんですけど、傘からポタポタ落ちるような水滴っていうのは全部弾いてくれるので、定期的にワキシングをしてあげるといいかなと思います。で、ワキシングをすることによってまた、生地もいい味が出てきて、長くより使いたくなるバッグになると思います。はい、はい、ではこれが私のお気に入り商品、ラーベン28でございました。はい、はい、ぜひ本物が気になる、見たいっていう方はお店の方に来ていただければ。はい、はい、こっちが28ですよね。28です。で、20がさっき見ていただいたのが20、こっちですね。はい、自転車通勤にも良さそうですかね。あ、良さそうですね。良さそうです。しっかりとこの肩のパッドも厚みがあって、で背負うと背中にすごくフィットしてくれるので、自転車にもおすすめですし、はい、はい、もう何でしょう、普段用に作られてるんですけど、軽いハイキングとかであれば全然これでもいけちゃうくらい、はい、フィット感が高いです。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では次杉山さんの番です。はい、お願いします。お願いします。それでは私のお気に入りアイテムをご紹介させていただきます。ちょっと細かいものになるので、いいですかね。よいしょ、ドン。これは、ギアバッグ、ラージっていうもの、同じの2つ使ってるんですけど、一番大きいサイズになります。で、何に使ってるかというと、まず1つはキャンプとか、あとお山のテント泊に行く時に着替えを入れています。防寒のシャツ、次の日の T シャツ、
ちょっと恥ずかしいけど靴下と手ぬぐいを入れてます。で全部まるっと入るんですけど、着替えた後にここにまた入れると枕の代わりにもなります。うん、なのでよいしょ、お待ちください。適当に。詰め込みまして、私はなんですけど、手拭いをなんかそうなんです。手拭いを巻きまして、枕にして寝ます。はい。これがいつもキャンプとかテント泊行くときに使っているものです。で中にもポッケがいくつか分かれていて、こっちの場合は使ってないんですけど、なんか開けたいものがあれば入れてもらえるといいと思います。私あんまりこうポーチとかをこまごま分けるのが好きじゃなくて、うんうん、1個大きいのにバンってまとめるのが好きなんで、ちょっと一番大きいのを使ってるんですけど、もう一つが、もう一つは、うん、これはね、私にとってはとても大事なご飯作るやつご飯作る道具です。これがバーナー、すいません、ちょっとガス缶、これがコーヘルって言って、私はフライパン型使ってるんですけど、きっといろいろ種類があると思うので、料理だったりお好みで違うものが入ってると思います、うん、あとこのシャラシャラ言ってるのは非常食です食べる分プラス 1,2 食何かあった時のために入れているものです、うんうん、あとですね、これゴミ箱、うん、防水というか外に匂いが漏れないようにするもの、お箸とか風防って言って風よけのパタ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 っていう、はい、雪山とか風が強いので、これないとガスが根付かないんです。あといろいろなんですけど、ちょっと近寄ろうかな、私が行きます、うん、ほい、こっち側こうがいい、はい、ポッケがついていて、まあ、ここにはその食器拭く布巾とか、あと山とかだと手が洗えないので、うん、匂いつかないようにビニールの手袋とか、うん、ゴミに使う袋とかを入れてたりします。あとはウェットティッシュとかライターとか、なんかそういうやつです。なんかそういう、はいっていう風に2つの用途で分けては使っております。すごい便利なんです。なんか中にそのポケット、うん、あるのいいですよね。そうなんです、ほら全部入っちゃう、うん、多分私の場合ちょっとバーナーとか缶、ガス缶も大きいものなんですけど、うん、もっとね薄いのとかあるんで、そうするとこの道具プラス食材も入ります。うん、はい、フリーズドライとか乾燥したものとかだったら入るので、うんうん、本当にもうこれだけで全部まるっとご飯用品が入る感じです。コーヒーとかね、うん、です。1個にまとめられるとですね、楽ちんですね、1個にまとまる。そうなんですよ、ね、一応まあこれだとちょっと大きいのですがという方には、うん、あれどこいたかな、ちょっと小さいものがいくつかあって、このヘアバッグ、ちっちゃいのやつ、うん、で先ほど池森さんも多分中に入ってたちっちゃいのやつで、お用途本当にシンプルなポーチなので、お用途に応じて大きさとか変えてもらうといいと思います、うんうん、
でこの辺とかちょっと渋いかもっていう方、カラフルなのがお好きだわという方は関係シリーズでも、かわいい、うん、カラフルな色で揃っているので、はい、いろいろ好みで見ていただけるといいと思います。基本的な作りはみんな一緒で、中にポケット入ってます、あ、入ってるじゃない、ついてる、はい、うん、です、以上です、はい。戻ります、はい。はい、はい、では、今日は、私池森と、杉山さんの、はい、おすすめアイテムを紹介させていただきました、うん、はい、コンシェルジュはまだまだ他にもいますので、このコンシェルジュの、おすすめアイテム紹介、また別の回があるかなと思いますので、また次回も楽しみにしていただけると嬉しいです。嬉しいです、はい、ではですね、時間になりましたので、本日のインスタライブを終了させていただきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。本日紹介した商品の詳細はホームページでもご覧、見ることができます。わからないことがあれば LINE でもお問い合わせいただけるので、はい、ぜひ活用してください、はい、プロフィール欄にアカウント ID を、記載しているので、お友達の登録お願いいたします。お願いします。はい、それでは、また皆様とお会いできる日を楽しみにしております。これからもフェールラーベンバイトリニティ、並びにフェールラーベンストアをどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。はい、それではまた、はい、さようなら。さようなら。コメントたくさんありがとうございました。ありがとうございました。またお店来てください。来てください。